統計力学の歴史の中で非常に難しい対象だということでずっと避けられてきたのが液体というものなんです。で特にその中でも水というのはね、めちゃくちゃ難しい対象で、私どもは水とか要するに水素結合やなんかが使えるようなところまでまさに拡張したんですね。こういうふうなものの性質を変える、そのどうやって変えるか、でいろんな変え方があるんで、ここで研究しているのは光を使う、光を使ういいところは瞬間的にパッとこう変えることができる。熱で起こる反応と全く違う反応が光を当てることによって進行したりするので、我々の開発した理論というのはそういういろんな冷気状態を一挙に求めることができて、発光するピークが色がどういうふうに変化するか、それはきちんと正確に予測することができます。小さいものを直接見たいという興味はやっぱり昔からあって、もっと小さいものを見たい、でだけど限界があるんですね。光の波長よりも小さいものは見えないということがだんだん分かってきて、それを超えて小さいものを光で見たいと、それをやってるのが私の研究グループなんですね。ミクロな世界では物質は粒子であると同時にやっぱ波としても存在していて、2つの原子が重なったりするとすり抜けたり、はい、あるいは重なり合ってなんか膨張したりとか、そういうことが起きる。我々の一般的な常識の上で持ってる世界観とは矛盾しちゃうんですよ。けどもやっぱり世界の一部なんで、本当は統一した世界観で理解できるはずなんで、それを理解したいんですかね。に目を向けますと、シンクロトロン光を出す天体というのがあります。星ですね。でその星はその自分の周りの宇宙空間に非常にエネルギーの高い電子を放出して、でその電子が星の周りにある磁場の中でシンクロトロン光を放出しているんですけども、まあ、我々はそれと同じような状態をこの地球上で実現するためにこの大きな加速と呼ばれる装置を使っているわけです。世の中にはもう本当に何十万っていう化合物があって、みんなそれを全部作っていかなければいけないんです。今のある触媒よりももっと効率がいいものであったり、環境にいいものであったり、これまでの石油化学ではできなかったことをこれから先していかなければいけないわけです。そのためには新しい触媒を作るということが絶対必要で、それを新しく考えて実現するということをしています。磁石っていうのはコンピューターのハードディスクなんかでもそうですけど、どん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 小さくなっていって、小さい磁石を見る手段というものが非常に必要なものとして認識されてきてるんですけれども、実験室で顕微鏡が使えるというようなことで非常に有効だろうということで、レーザーを使った光電子顕微鏡というものの開発を進めてきて、実際完成させることができました。有機材料を使った研究です。うちでやってるのは分子がたくさん集まった固体状態の性質を調べていると。で具体的に言うと、分子の非常に薄い膜を作って光を当てた時に電流が流れたりとか、電流を流した時に光が発生するっていうような光電物性って言いますか、それを研究している。で応用は太陽の光を当ててエネルギーに変換できるということですので、その有機材を使った太陽電池を作っているという位置づけになります。高分子のビーズそのものが、これは小さな小さなビーズですけども、このビーズが水にも有機分子にも馴染むという両親バイスの性質を持っていますので、その中に触媒活性を持ったナノ粒子を埋め込んでおくと、水の中では有機分子がこのビーズの中に自ら勝手に入り込んでくる、自発的に濃縮されていく、雨宿り効果と呼んでるんですけども、
有機分子は水に濡れたくないから勝手にこの軒先に集まってくる。でそこにその触媒が待ち構えてる。生命分子の構造と機能の働きについて調べています。生態を構成している基本的な物質がタンパク質です。このような生命活動を担う上で非常に不可欠な構成要素であるタンパク質の形と動きを原子のレベルで調べるというのが私たちの研究になります。このようなタンパク質の立体構造を原子のレベルで調べる手法の一つに核磁気共鳴法という方法があります。水の分解というのは非常に簡単なようですけども、現実はほとんど何も分かっておりません。金属サッカー分子を作りまして、そこに2つの水を結合させると非常に効率よく4つのエッジプラスと4つの電子が取れて、驚異的な速度で酸素が発生することを見出しております。ソウルは分子化学研究所の大型実験施設で、低エネルギー領域で世界最高性能のシンクロトロン光施設です。国内外の数多くの研究者により最先端の研究が進められ、1000級の研究成果を生み出しています。有機半導体分子の電子構造について調べています。この UV ソウル施設は世界に先駆けて有機分子に対して広く窓口を開けていってくれた極めて特徴的な施設でした。有機物がクローズアップされるにつれて、ますます基礎研究の重要さというのも認識されつつあります。有機物というのは非常に構造自体が複雑です。でここのビームラインでは有機物に対する実験方法のノウハウというものが確立されております。そのため外部ユーザーとしては非常に使いやすいビームラインとなっております。計算科学研究センターは我が国唯一の分子科学計算のための共同利用センターとして1977年に創設され、全国の分子科学とバイオサイエンスの研究者に対して大規模な計算を実行できるハード環境と様々なプログラムソフトを提供しています。私どもは計算機を使って化学反応のシミュレーションというものをやっています。そのためには大変大きな計算機がいるので、分子の計算機を使わせていただいて計算をやっているわけです。こういうものがなければシミュレーションの計算というのはできません。カーボン60というのは C2 を箱に入れて温めてやるわけです。そうしますと C2 が集まってきて、タコが岩の上に乗って足を開けているような格好を作りまして、それがだんだん曲がってきてカゴ状の分子ができるということがシミュレーションで初めてわかるわけです。カーボンナノチューブというのも炭素が筒状になった分子です。液化けたカーボンナノチューブを金属の塊の上に置いときまして、炭素原子を当ててやると、そうしますと炭素が茶色の金属とブルーのちょうど境界あたりにどんどん反応して吸収されまして、初めこう3層ほどあったチューブがだんだん伸びて5層ぐらいにこの絵ではなっているということが分かると思いますが、これも初めてこういうシミュレーションを使って分かるようになったわけです。装置開発室は分子化学研究に必要な実験装置を設計・製作し、また新しい装置を研究・開発することを業務としています。研究者の依頼を受けて様々な新しい装置を製作することを通じて、高度な製作技術を蓄積してきました。この技術を積極的に生かし、
研究者の意図を深く理解することで、今までにない装置をより効率よく開発することができます。機器センターは研究所内外の共同利用を推進するために設立された研究施設です。当センターの研究分析機器の性能はもとより、豊富な経験からのノウハウの蓄積を持つ技術スタッフは、研究所内外の研究者から高い評価を受け、研究者に夢を抱かせるサービスを実現しています。分子科学研究所は全国の大学の研究者による共同利用を積極的に受け入れ、また大学連携設備ネットワークの中核として各大学間での研究設備の相互利用を推進しています。まず一つはこの UV ソール2っていう加速器が非常にコンパクトな加速器装置だっていうことが一つですね。それによって結構自由度が高い状態で研究をさせていただけるというのが大きなメリットです。でもう一つは身近に放射光を利用するユーザーの方とか放射光の専門知識を持った先生方が多くいらっしゃるっていうこともメリットの一つでした。博士課程に進学するにあたって、ここで、新しい高品質な放射光を作り出すという実験を行っております。フランスの先生ですね。いや、英語で。まあ、ぼちぼちですね。やっぱり自分の知識の浅はかさは常日頃感じています。ここではまず自分が何をしたいかということがすごく大事で、自分がこうやりたいことはすぐに何でもできるような恵まれた環境だなと感じました。でネパールから来た学生の方なんですけども、彼はとてもプレゼンテーションが上手くて、自分のいいところとか、すごいなと思ったところを相手に伝えようとする力がすごい強いんですね。その分子研でその研究している研究生活っていうのは、でも世界的にもかなりレベルの高いことができていると思うので、その自分が世界のどこに行っても役に立てるというか、競争できるような研究者の下地を今、作れたらいいなと思って頑張っています。